はいどうも、サイクリスト観察よ。今回も2021年秋、糸井パワーレン、ステージ4の白熱した展開を注目してまいります。舞台は糸井パワーのホームコースである京丹後。ファーストステージは華麗な抜け出しを図った静電気マンが最後、糸井パワーとのスプリントを制し、1勝目。続いて、セカンドステージではノッティング日々の恋人が糸井パワーと壮絶な殴り合いのスプリントの末、見事、KOM。ステージ3では圧倒的ロードバイク IQ の高さを誇る全日本チャンピオン箱舟氏がこの集団からのアタックで抜け出しに成功、ノッティングヒルとの2人逃げ。ラストもギリギリの展開の中、気持ちが強い方が踏み勝って箱舟氏が1勝目。主催者の糸井パワーは未だ勝ち星がないままステージ4へと入っていきます。ステージ4ゴール付近で3選手がもつれるデッドヒート、最後まで存在感のあった2選手を糸井フェイクが規則正しい生活により悲願のステージ初勝利。これにより静電気マン、ノッティングヒルの恋人、全日本チャンピオンの箱舟氏、規則正しい生活が1勝ずつというなんとも面白い展開に、台本があるんじゃないかと勘ぐってしまう展開に。好調の要因はどこにあるんですか？まさかそれは規則正しい生活じゃないでしょうか。さあ、ステージ5、距離 2.2、平均勾配 9.4% の後半の区間。おっと、紙コップが何か言ってるぞ。紙コップが、これは独身術で読み取ってみましょう。へっ、うん、ピッ、うん、間違いありません。返品返品と叫んでおりました紙コップ。リトル式部に媚びを売るように今おおらかに手を振って人気 YouTuber らしさを前面に押し出しております。さながらサスケ出場を観客席から見守る内助の功のように前の5人を見送るようなその素振り。今回のメンツは少しきつかったのでしょうか。さあ、前は静電気マン、規則正しい生活、全日本チャンピオン、変態系です、パーフェクトノッティングヒルという順番で走っております。前方では静電気マンがアタックをかけた模様、集団とやや差が開いております。その差は約10メートル。そしてみんなが普通に走る中、この男は変態系です、ダンシングをしなければなりません。しかしよく見ていただきたい、これはギアが足りないんじゃないんです、わざとこのギアを選択しているんです。意味不明変態系です。なぜ私はあの時みっちゃんのラインを聞かなかったのか悔やまれてなりません。この変な男からはスター性が溢れております。さあ、そして先頭は静電気マン、その差を埋めようとするのは規則正しい生活か、いや全日本チャンピオンの箱舟氏が前を埋めています。その後ろは変態系ですのみっちゃん、ノッティングヒルの恋人と続いております。さあ、この展開、多くのアマチュアサイクリストが箱舟氏が差を詰めたかのように思いますが、これ実はですね、静電気マンが緩めています。静電気マンが一回飛び出して、そして自身でその速度を緩めて集団に戻った形、このように分析するとレースを見る目がもっと面白くなるかもしれません。そう考えると集団の速度は上がっていないのに、この規則正しい生活がややしんどそうなこの体の動き、そして今静電気マンが規則正しい生活の前に入ろうかというところ、静電気マンが今前に入りました。首をかしげる規則正しい生活。さあ、入るタイミングが若干遅れてしまったが、ノッティングヒルの恋人の後ろに静電気マンが、おっと、ここで変態アタック、みっちゃんがアタックしました。なんとかっこいい、なんと見せる男、この男は見せる走りしかしません。変態系ですのみっちゃんがアタックしました。変態系ですのみっちゃんが変態アタックで変態的に距離を空けております。そしてその集団からまた5メートル空いてしまった、この規則正しい生活。さあ、この差はこの瞬間に一気に埋めないと差はどんどん広がっていく。その差は今7メーターに広がっていく、8メーター、9メーター、約10メーターに広がろうというところ。変態系ディネスの一人アタックによりその追走集団の速度も上がっております。ここで規則正しい生活が追いつかないと、この差はどんどん広がって、もう埋めることはできないような差になってしまいます。頑張れ規則正しい生活。さあ、そして追走集団は速度が上がらないために、一番後方から全日本チャンピオンの箱舟氏が2人をまくって今先頭を引いております。変態ケイデンスの飛び出し、追走は無意識にペースアップ、ライバルが落ちるというようなこの展開。アタックをするとレースが活性化しますね。児玉清さん、黄色の方が飛び出して追走集団では黒い方のアタックチャンス。さあ、規則正しい生活はこの位置からこの表情、この差をどのように埋めていくのか、走り方が気になりますが、いかがでしょうか、掛布さん。非常に糸井くんっていうのはですね。さあ、前方での消耗を狙っているのか、規則正しい生活。後方で潜みながらペースで追走し、最後にしっかりと刺す。それが規則正しい生活の走り方。しかし、この表情、本当にしんどいのではなかろうか。これから追いつけるのか、距離は、そう、30メーターほど開いております。そして、先頭の逃げている変態ケイデンスからはもうおよそ60メーターほど離れてしまいました。規則正しい生活。しかし、この男はここからがあります、一発があります、ゴールまで踏める力があります。幼い頃はスケボーに明け暮れ、オーリーでコーンが飛べた日は赤飯が食卓に並んだそうです。そして今日総合優勝することを期待し、お母さんは赤飯を炊いて全選手の帰りを待っていることでしょう。
その期待に応えるべく規則正しい生活は一踏み一踏みペダルにトルクをかけて着実に前に進んでおります。そしてカメラも今までの規則正しい生活の走りを見てるがゆえに先頭集団には行かず、あえてこの位置から、あえてこの背中を、あえて皆さんにお届けしている次第であります。何かを期待せざるにはいれない。おっと、ここで右手が上がった。カメラに合図したと同時に自身の気持ちもこの瞬間にポキッと折れました。我々にはその振動までがしっかりと伝わってまいりました。さあ、前方の追走集団の静電気マンもやや差が空いてしまった。5メーター、6メーター空いてる。そして前を逃げているのは変態系ですのみっちゃん一人逃げ。はいどうも、 T シャツコーテナー。